6000だね。この3月15なんですよね。で、うんちが1回目は普通で、2回目、3回目になって、1日何回するんですか、このうんち。大体朝晩で4回と5回くらいするんですけど、散歩に行っても本当にこう、みたらし団子くらいしかしなくって、はい、で、夜中になると、普通に。ここから3回とか。え、そうするとじゃあ、夜中に3回。夜中に朝晩2回でして、夜中に3回ってこと。朝とか晩はし、もう本当にこんなものしこれくらいしか出さないで。今週の月曜日の晩ぐらいから夜中にしかしなくって、いつも夜中に立て続けじゃないか。夜中に。何回？3回くらい。で、柔らかいのが出だしたのが11月28日ぐらいかな。それまでは柔らかくはないんですよ。なんだろう、普通のうんちが出て、まあ、いつもそうなんですけど、だんだんちょっと柔らかくなってるんですけど、前伺った時のギリギリみたいな感じではないんです。ではない。でもさ、大丈夫だろうか。あの、そのアイディコンフォート以外は食べてないんですか。まあ、オリジンをちょっと、オリジン15g くらい。何グラムぐらい。15g。それは低脂肪じゃないです、オリジンは。それは11くらい。あ、11ですか。11なのか。あ、そのコンフォートそんな好きじゃないんですか、もしかして。全然食べない。それだけじゃ絶対食べない。そうなの、うん、お豆腐とかささみをちょろっと混ぜてもいいですよ。はい。だから混ぜても、でも、はい、だってドライフードってさ、1日食べても 100g ぐらいでしょ。120。あ、そうか。じゃあ毎年が ID、 あのコンフォートが45でオリジンが15。はい。あ、こんな感じなんですね。だからその 10% で 12g から 20g ぐらいは豆腐から野菜まででこんな感じですね、食べて。なんかね、水分の水分を出させるように。本当に多いんですよ、水分って。もうその後お腹痛くなっちゃって、ご飯食べなくなっちゃうし、うんちも緩くなってきちゃったりとか、ひどいと吐いたりとかね。その時の感じじゃないなっていうのは、はい、この店は一応あのお腹の機能を高めるためにちょっと抗生症状を当てます。それからあと胃腸の調子を整える薬を何日か分、3日分出してきますので、ちょっと伸ばせて様子見てみます。はい。はい、ボケてきてる。それはでもに、あの認知症みたいなことだからさ、なんかそういう認知不能な感じになってます。てかいつもと違うとこでさ、認知を執行しちゃうとか。ああ、それはでもそれ、うん、始まりですね。昼間寝て、だからなるべく昼間起こした方がいいよね。昼間ぐっすり寝てるんだったら、昼夜逆転現象が起きてきます、ボケで。それで、夜の後、あの歩き回る。そういう感じ、歩き回ってますよ。子供の頃からずっと夜型だったし、でも、うんちとかトイレは、あんまり家でしたくないみたいだったから、うん、
今週天気があんまり良くなくて、うん、その日曜日の夕方に家で昼寝シャンプーして、はい、で月曜日雨で夕方しか散歩行けなかったんですけど、はい、雨がざっと降ってきちゃったんで天気2回ぐらいで切り上げて、そしたらなんか結構するようになってしまって、でそれから月曜日の晩から立て続けにずっと夜中しか持って電池をしないっていう感じなんで、食べる量が減ったわけではないんですかね。朝晩まあまあいつも原則で 15g プラスアルファのストップというか、そうですね、あまりフードを食べたがらないので、豆腐入れて、みんなとか食べてくれるっていう状況なんですけど、まあちょっと、前の IT ローハートのお持ち物といったら、まあ一回さ、あの今日の薬出しますんで、一回それで様子見てください。あんまりグズグズするならやっぱ検査を受けてください。だからその時は午前中に連れてきて、夕方まで置いてください。じゃないと、まあ、6月からさ、今だって12月から半年ってことはさ、僕だって言えば6、36ヶ月、3年ぐらいだったんですよね。無理やり言ってないんだけど。3年だとだいぶ変わってきますもんね。じゃあ体重はなんとか、ね、出たずに6月の時 5.8 だから、で前回は8月が 5.9 だから今が 6.6 出たずに、すごいんですよ、簡単に言うとこの年齢で増えるってことは。でもそういう面ではすごいなとは思うんですけど、だから認知とはまた違う、だから昼夜逆転することは認知の方はあります。だからあの それが始まったのがここ数日、でまあ、まあできる範囲ではちょっとあの何だっけ、昼間なるべく起こして置いて、ドッグフード入れて倒さないと出てこないです。ああ、はいはい、いいですね。そういうあの認知機能をね、あの落とさないようにする、あの食べ物の絡んだおもちゃは絶対いいです、うん、それはぜひともやっていただいた方がいいかなと思いますけどね。じゃあまあ点滴とかしませんのね、注射とか。だからその抗生症者とじゃあお薬を3日分出しますんで、それで3日分。今日何曜日？今日何曜日？でもあんまりかかったら週末整理してほしいです。検査はできれば平日の方がありがたいんですけど。よろしいですか？はい、じゃあ。はい、じゃあちょっと、あ、うん、そうそう、もらいましたって言うんだ。あ、すいません、12月からちょっとだけ料金上がってますんで申し訳ないですけど、はい、じゃあ今用意しますね。ありがとうございました。